ラティウムベトゥスラテン人は、イタリック語派に属する古代民族で、イタリア中西部のラティウムベトゥスに居住した勢力を指す。紀元前千年頃から居住を開始したラテン人は、後に世界帝国へ躍進するローマ文明の礎を築いたことで知られている。また彼らの使用した言語は、ロマンス諸語の母体となり、多大な文化的影響を残している。ラテン人は、おそらく、 ラティウムの人々を単に意味すると考えられている。加えて、彼らの故郷の由来が、ラテン語の、レイトスに由来するとも考えられている。山がちなイタリア半島の中でもラティウムは、平原や草原などに恵まれた、土地柄であった。古代イタリア地域諸言語ラテン人は、民族文化の基盤である言語に関して、インドヨーロッパ語族に属するイタリック語派の一派である、ラテン語を使用した。 イタリック系言語は主に西イタリック語と東イタリック語に分かれており、ラテン語は西イタリック語に含まれる。西イタリック語はラテン語、シセル語から構成されると考えられている。また、ラテン語とともにラテウムに分布していたファリスキ語は今日の言語学ではラテン語の方言と考えられている。鉄器時代の時点では西イタリック語は 比較的限られた地域で用いられるに止まり、大部分のイタリアでは、兄弟言語の東イタリック語が使用されていた。東イタリック語は、オスク語とウンブリア語を中心にした言語で、中部、南部で支配的な言語であった。鉄器時代の古代イタリアには、陰謀補足前に存在した、欧州の言語も分布していた。ただし、彼らがイタリア半島の先住民であったかは不明であり、 イタリック人の後から別地域より移住した可能性もある。後年には同じイモー語に属するケルト語派や古代ギリシャ語が南北に伝播して新しい言語分布を作り出した。こちらは明確にイタリック人の移住より後であることが判明している。ラテン語の最も古い石碑は1899年にローマのフォロロマーノのラピスニゲルで発見された。この石碑は 王政初期の紀元前600年頃に作られたと見られている。この石碑はローマ史研究に多大な影響を与えた。一部の歴史家はローマ建国時において支配的な文化はラテン語ではなくエトルリア語であったと主張していたが、同説が明確に否定されたからである。加えて、碑文の内容から神話的な存在であると考えられていたローマ王が実在の人物である。 可能性も大きく高まった。クルガン仮説に基づいたインドヨーロッパ語族による民族内移動の経路。北高カサスから各地域へと移動している様子が描かれている。赤色は紀元前2500年時点の領域、オレンジは紀元前1000年時点の領域である。インドヨーロッパ語族の大移動でその一翼を担っていたイタリック人によるイタリア半島への移住が開始された。 移住は古代イタリアに鉄器が伝来した紀元前9 0 0頃にはすでに完了されていたと考えられる。開始時期については諸説あり、最も一般的な仮説は古代イタリアでの青銅器時代に侵入したとするものである。そして移動経路はバルカン半島南部からアドリア海沿いに北進したとされていた。だがこの説を裏付ける考古学的資料は見つかっておらず。 仮説の意見を出ていない。考古学分野の研究は、紀元前1800年から紀元前1200年の間、イタリア半島に文化的統一性が生じていることを発見し、これをアペニン文化と呼称した。アペニン文化圏においては、陶器や武器、道具の形状に著しい同一性が確認されている。この時代のイタリア半島は、山がちな地形ながら、樹木の生い茂った。 森林地帯であり、住民の多くは山のふもとに町を築いた。町の規模は小さく、放牧による牧歌的な文化が育まれていたと見られている。埋葬文化は土葬であったが、青銅器時代の終わり頃から仮想文化へと切り替わる地域が散見され、並行して文化的な統一性が失われていき、アペニン文化圏は消失した。 一部の歴史家はこのアペニン文化の崩壊こそが、イタリック人の侵入時期を示す証拠であると考え、青銅期時代後の侵入を主張した。だが、仮想文化をもたらしたと考えられるビラノバ文化の分布地域は、東西イタリック人の定住地域と一致していない。考古学者、ティム・コーネルは、青銅期時代の終わりに、イタリック人が侵入したという考古学的証拠は、 何もないと請求な結論を批判している。ただしコーネルは、イタリック人が青銅器時代の終わりに侵入しなかったという証拠もまたないと述べている。ラテン人の聖地とされたアルバ山言語学的な観点からは、イタリック語などの古代イタリアにおける言語の分布から、民族移動の順番を推測できる。まずイタリック人の侵入は2杯に分けて行われ、先に、 西イタリック人が侵入し、第2杯で東イタリック人が侵入したと考えられている。なぜなら、東イタリック語が地続きで分布しているのに対して、西イタリック語は東イタリック語に分断される形で、点在しているからである。全員ゴ語の侵入時期については、判断が難しく、先に定住していたという説もあれば、東西イタリック人の後であるという説もある。 いずれにせよ、言語は大規模な移住以外にも変化し得る可能性のある分野であることから、移住時期の決定的な推測資料にはなり得ない。ラテン神話の主神ラティヌス青銅器時代のラティウムに居住者がいたという考古学的証拠は見つかっていない。アペニン文化圏で作られた少数の陶器が見つかったが、その数の少なさから近隣の住民が一時的に放牧を行っていたに、 止まると考えられている。青銅期時代末の紀元前1000年頃からラテン人による占領の痕跡が見つかり始め、彼らはアルバなど沿岸地帯の高地に強固な都市を建設していった。こうした沿岸部の山岳地帯は防衛と考えによる農業の双方に適していたからである。特に7つの丘に囲まれた用地に建設されたローマはラテン人都市の中心地として栄えた。 民族的には、紀元前戦前から紀元前700年頃に、イタリック人という今までの概念から、ラテン人という新たな貴族神と独自の文化圏を形成し始めたと見られている。彼らの文化は、ラテウム文化圏と呼ばれ、一部の学者はビラバの文化圏と関連すると考えているが、現時点では、両者の関係は明確ではない。ラテウム文化における最大の特徴は、 小屋の形を模した棺を使用するという点である。この伝統は前期ラティウム文化では部分的であったが、後期ラティウム文化では一般的になっていった。住居は木と藁で作られた質素な農作業小屋を基本としており、紀元前650年頃まで一般的な住居であった。木造様式の家屋における典型的な例が、パラティーノの丘に残されたカーサロムルスと呼ばれる。 建築物である。建国者、ロムルス自身の手で作られたというカーサロムルスは、文化財として維持され、ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの知性までは残されていたという。アイネーアースに月桂樹の冠を授けるラティヌス・リビウスの伝承によれば、民族神にして王であった主神ラティヌスによって、ラテン人は、祖父の土地より、ラティウムベトゥスへと導かれた。同じ頃、 ギリシャ神話で古代ギリシャ人に滅ぼされたトロヨ王国の貴族アイネーアースは神々の加護によって戦乱から脱出した。いくつかの冒険を経てアイネーアースはテベレ川にたどり着きラティヌスに越見した。ラティヌスはアイネーアースの武勇を称賛して宮殿に招き自らの娘ラウィニアをめとらせた。アイネーアースは妻との間にアスカニオスとシルウィウスという子を設け、 祭祀のためにラビニウムというとを築いたという。アスカニオスは、父と祖父の死後に王位を継ぎ、アルバロンガに王宮を建設した。アスカニオスの死後は、弟のシルウイウスが継承し、以降数百年にわたって、アルバ王と呼ばれる、ラテン人の王家がラティウムを統治することになった。そしてシルウイウスの子孫ヌミトルの孫が、ローマの建国者であるロムルスであった。 ローマ王、トゥッドスホスティリウスによって、アルバロンガは破壊され、ラテン人の中心地は、ローマに移った。アルバロンガが実在したかどうかは議論の対象であり、前述のティム・コーネルは、アルバロンガ自体は実在したとしているが、一方で幾分に脚色された歴史を持つとも、考えている。アルバロンガの遺跡は発見されているが、王都というにはあまりに、小規模な都市であった。 また考古学的には、アルバロンガの建設時期とラティウム文化の形成時期が食い違っていることも要因の一つである。ラテン人は複数の国家に分かれていたが、ラテン人としての強い銅像食意識を有していた。民族神ラティヌスの伝承はそのようであり、すべてのラテン人がラティヌス神を父を持つと信じられていた。ローマ人を含むすべてのラテン人は、ラティヌスをユピテルとして崇める、 ラテン人の祝祭を行い、その日に限っては、国家の別なく、同胞との絆を分かち合う伝統があった。コーネル43コーネル42コーネル44コーネル94から5ハット、ブリタニカラットムハット、ブリタニカラットム、ハットコーネル44コーネル31から3。 コーネル34コーネル41ハットコーネル33コーネル44コーネル32ブリタニカラットムハットコーネル54から5ハットブリタニカラットムハットコーネル51コーネル57ハットディオニュシオスアイ79ディオザルバイブ43リビアイ1リビアイ23コーネル57ありがとうございます